オグリキャップだ。みんなに最高の贈り物を届けよう。はい、メジロライアンです。5レースを走ります。うん、シンボリ・ルドルフだ。メジロドーベルです。そのよろしく。アリエス、はい。プラスワンダマイリン、はい。メジロ・マックイーンですわ。決定すると次のエントリーまで変更できないのでご注意くださいね。勝ちに行きましょう。実力は引けを取りません。2番人気は9番メジロライアン。1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。現在1番人気はここまで無敗三冠馬娘メジロマックイーン。人気と実力を兼ね備えた三冠馬娘グラスワンダー、今日は3番人気です。対抗するのはここまで無敗三冠馬娘9番メジロライアン。実力は1番人気にも引けを取りません。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘、揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。1番人気、メジロマックイーン、早くも先頭。2番手の位置で先頭を伺うのはメジロアルダン。3馬身差、グラスワンダー、外にはメジロドーベ、外から行く9番、メジロライアン。1コーナーから2コーナーへ向かうメジロマックイーン、早くも先頭に躍り出た。続いてメジロアルダン、およそ5馬身開いてグラスワンダー、1馬身離れてメジロドーベ、1馬身差3番メジロライアン、外で9番メジロライアン、成田ブライアン、内から行く。そしてその外を回ってスペシャルウィーク、内にはエイシングフラッシュ。意気揚々と先頭へ行きますメジロマックイーン。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身、順位を振り返っていきます。先頭は依然メジロマックイーン、1馬身リード。続きましたメジロアルダン、さらにはグラスワンダー、1馬身差メジロドーベ、少し後ろから3番メジロライアン、さらには9番メジロライアン、内の方からスペシャルウィーク、それを見るように成田ブライアン、その後ろエイシングフラッシュ。私は目指した先へ行く。うおー、ヘッツマッスル。メジロマックイーン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。時は来ました。参ります。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。中山の直線
線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。外から飛んできたのは9番メジロライアン。9番メジロライアン完全に抜け出した。200を通過。3番手争いは3番メジロライアン。メジロドーベル。メジロマックイーン食いしがる。お見事。9番メジロライアン着差以上の強さを見せた。見事な勝利です。勝ったのは9番メジロライアン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着はメジロマックイーン。3着は3番メジロライアン。ナイスマッスル、やりました。みんな、行こう。6番人気、8番、メジロライア。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。美しい青空が広がる中山レース場スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイとダイヤスカーレット、この二人が競り合っているぞ。ダイヤスカーレット落ち着かない様子。苦しい戦いを強いられている里のダイヤモンド、ここからどう出る。先頭はセイウンスカイ、単身で飛ばして行きます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かって行く馬娘たち。セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、それを見るようにダイワスカーレット、オグリーキャップ。4番手1馬身差メジロマックイーン、そしてその後方にはメジロライオン、その後3、4馬身開いてサトルダイヤモンド、その後ろメジロドーム、後ろゴールドシップ、向こう上面に入って先頭はセイウンスカイ。順位を振り返っていきます。現在1番手はセイウンスカイ、続きましたマルゼンスキー、2馬身差ダイワスカーレット、およそ5馬身開いてオグリーキャップ、そしてその後方にはメジロライオン、2馬身差サトルダイヤモンド、それを見るようにゴールドシップ、内メジロマックイーン、その後ろメジロドーム。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。先頭は変わらず、セイウンスカイ第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。メジロライアン飛んでくる。内から仕掛けたのはサドのダイヤモンド、残り200。先頭は依然セイウンスカイ、依然先頭はセイウンスカイ。ここまでか。セイウンスカイ、サトのダイヤモンド差し切ってゴール。勝ったのはサトのダイヤモンド。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着メジロライアン、3着セイウンスカイ。惜しい、あと少しでした。
ッチに行きましょう。2番人気は3番メジロライアン。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。美しい青空が広がる中山レース場、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイとメジロマックイーン、この二人が競り合っているぞ。セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はメジロマックイーン。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はセイウンスカイ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはメジロマックイーン。2馬身3馬身開いてオグリキャップ、そしてそのうちメジロアルダン。1馬身離れてメジロライアン、その後ろに川上プリンセス。1馬身差6番メジロドーベル、すぐに続いてグラスワンダー、その後5番メジロドーベル。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。依然先頭はセイウンスカイ、続きましたメジロマックイーン、少し後ろからオグリキャップ、1馬身離れてメジロライアン、川上プリンセス続いている。1馬身差メジロアルダン、外から行く6番メジロドーベル、少し離れてグラスワンダー。私は目指した先へ行く。一馬身差5番メジロドーベル、意気揚々と先頭行きます。セイウンスカイ参ります。お覚悟。うおー、レッツマッスル。かぶってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーカーブ、中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。外から上がってきたのは6番メジロドーベル、抜け出したのはメジロマックイーン。だが後続も追いつかれ、キャップを通過。6番メジロドーベル並んできた。6番メジロドーベル、ここで抜け出した。6番メジロドーベル今ゴールイン。勝ったのは6番メジロドーベル。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着はメジロマックイーン。自分を誇るってなれないけど、悪くないね。